こんにちは、よしみです。チャンネルをご覧いただきありがとうございます。もし初めてご覧になるという方がいらっしゃったら、コメントトップかチャンネルの概要欄をぜひ一度ご覧になってみてください。そして気に入っていただけたらチャンネル登録をお待ちしております。前回は初めてハンターハンターの第1話を見てみたんですけれども、有名なハンターの父を持つゴンと個性的な仲間たちがもうすでに2人登場したわけなんですが、これからねハンターになるべく試験を受けるというところなので、3人とも無事ハンターになることはできるんでしょうか。本日は第2話を見ていこうと思います。怪獣神獣からですね。審査会場、これからですね。試験の試験、試験の試験。ドーレ港、ドーレ港。船長に気に入られたゴン、クラピカ、レオリオの3人は、そうだ、いかにもっていう船長でしたよね。アドバイス。山の、おお、本当にてっぺんに。あの山登るんだ。なんだこの人は。やっぱりお父さんのこと知ってるんですね。いかにも悪そうな顔。この世界の文字面白いですね。独特で。エジプトの象形文字みたい。サバン地区。近道って言ってたよ。もう試験は始まってるんですね。バスあ、山、山登り結構大変そう。あいつはもう少し人を疑うことを覚えた方がいい。興味があるね。しばらく彼に付き合ってみるさ。クラピカさんの声優、雰囲気あっていいですね。罠、バスが罠。バカ正直だから大概ここで脱落するな。このなんか挿入音も面白いね。だってるだってるだってる。ついてきてる。お、なんか出てきた。この真ん中のおばあは、ドキドキ二択クイズ。いきなりクイズ始まったよ。じゃあクイズしなきゃいけないんだ。1問5秒で2択。5秒で答えが出ちゃうんだね。3人とも運命共同体になっちゃうの。1人ずつじゃないんですね。3人一緒に。なんなら俺が先に答える。うわ、出てきた。気づいてる。普通にずっとついてきてた人だよとか言って譲るんだ。一チーム一回。それでは問題。ほふ。お前の母親と恋人が一人しか助けられない。一、母親、二、恋人らを助ける。むずいね。なんだよそのクイズ。すごいむずいクイズじゃない？答えは余裕で答えた。なぜそう。母親は替えが効かないからな。恋人はまた別のを見つけりゃいい。お、正解なの。こういうのはばあさんの好みに合わせときゃ正解なのさ。正解なわけねえだろ。うん。なんとか言えよ。
確かにちょっと茶番じみてますね。おっしゃる通りだね。何か気づいた。クレオリオ待ちな。猫目の坊やは気づいたようだね。猫目の坊や気づけ。クレオリオ裏があるんだ。トリックだ。ゴン気づいてそうよね。前の息子と娘が誘拐された。またこの系、どちらか一人しか取り戻せない。お前は謎謎みたいなクイズってこと。舐めやがって。いい気になって秒読みしやがれ。どうする気。素振りしてる。うわ、暴力に訴えてきた。いつの間に。それが正しい答えの。正解なんて言葉でくくれるもんじゃねえだろうがよ。このクイズに正解などない。しかし答えは1と2でしか言えないルールだ。その通り。答えられないことが正解なの。正しい道はこっちだよ。行けば頂上に着く。なんという。そういうことだったの。山小屋に住む夫婦はナビゲーターをやっている。ばあさん、悪かった。手荒な真似だったね。構わんよ。お前みたいなやつに会いたくてやってる仕事さ。頑張っていいハンターになりな。ただどうしても答え出ないや。まだ考えてたんだ。すごい集中力だったね。それは分かってるよ。でもどっちか一人しか助けられない時が来たらどうする。どちらを選んでも正解じゃないけど、どちらか必ず選ばなきゃならない時がいつか来るかもしれない。まだ深いね。そうじゃ、それがこのクイズを出した本当の意味。暗黒な空想に耐えて。どっちも正解じゃなくても選択しなきゃいけない時は来ますよね。いつか来る。覚悟が必要。クラピカ。歩いて2時間だ。2時間なんて2時間前に過ぎちまったぞ。こんなんで本当に魔獣注意。お腹すくよね。いろんなこと言ってる。登山用の装備してないからね。おやつとかさ。お、眠れるところがある。誰かいねえか。わ。魔獣。はい、キツネ。魔獣。変幻魔獣キリコ。人に化けることもできる。どう思った獣だ。クラピカ博識。おお、すごい飛んだ。おお、そんな医療行為できるんだ。すごい身のこなしをやっぱこう。喋った。すごいや。すごいやだよね。お、無敵感すごいね。言葉が通じるからできる攻撃か。強いねゴン。なんかメイクしてる。不思議な。心配ない。インディアンみたいな。なんか特殊な種族なのかな。今鎮痛剤を飲んで家でぐっすり寝てるよ。なんか様子がおかしいね。なぜわかった。俺が偽物だと分かった。おお、化けてる。偽物だと思ったわけでは。その怪我人を置き去りにしてのこのこやってくるようなやつだから殴った。お前は一体何者だ。のっぴきならないね。お、一匹じゃないのか。
何匹かいる。すごい使い方できるね、この竿が。めっちゃ様子を見してる。君誰？け。俺がさっき殴ったのは君じゃないよね。個体識別可能。父ちゃん。そっくりやけど。夫婦。わかんない。わかんない。あ、そういうこと。これがナビゲーター。この場所を自力で探すのは非常に困難だ。ここまで案内しているのだ。その前にテストがあったんだね。でも試験の試験が結構厳しいね。地方に住む女性が生涯独身を通す証しとしてなるほどね。合格とします。結局最後まで私の正体に気づく。確かにレオリオ大丈夫。いろんな評価基準があるんですね。個別に合格が言い渡されてる。そして最後にゴンドの。ゴンドのすごいよ。お前のそのとてつもなく人間離れした運動能力、観察力、合格だ。まあちょっと誰の目にも明らかな合格でしたよね。ナビゲーターこんな感じ。捕まっていくの。落ちそうだけど私だったら。空中遊泳。高度がすごそう。もうすでに相当面白いけど。いやー、試験の試験、なかなか厳しい試験が繰り広げられてますね。ドキドキ2択クイズはね、なんかこう哲学的な部分もありましたし、2番目のナビゲーターの試験はね、なんか運動能力も必要だし、判断力とかいろんなものをテストされてる試験でした。しかしね、あのクラピカもそうだし、レオリオすごく優秀っていうことが分かりますけど、あのゴンの並外れた、なんていうのかな、メンタルの強さはやっぱりちょっとカリスマ的な感じがありますね。いや、第2話から非常にまた面白いエピソードでございました。これで試験会場へと向かう3人組という感じなんでしょうか。次はどういうエピソードになるんでしょうか。それではまた次回のリアクション動画でお会いいたしましょう。ではでは。